国会前では安保法案に反対する人たちが強行採決、絶対反対などと抗議の声を上げています。国会前では昨日午後から未明にかけて長時間にわたり大規模な抗議活動が行われました。法案の採決が迫る中、今日は予定を前倒しして午前9時ごろからすでに集会が開かれていて、抗議はこのまま1日続くことになりそうです。